Le Japon, ce pays qui nous fascine tant. Ce pays où la modernité, la technologie et la science, toujours plus avancées, côtoient la tradition, le respect des valeurs ancestrales et l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Hôtels, parcs d'attractions, écoles, le Japon regorge de centaines de lieux abandonnés qui ne demandent qu'à être explorés. Je n'ai pas eu peur de prendre ma caméra et de me rendre à des dizaines et des dizaines de spots. Toutes les vidéos sont en japonais, sous-titrées en français par mes soins, et contiennent beaucoup d'anecdotes sur mes nombreuses visites urbex dans le pays du soleil levant. Je m'appelle Laruse, vous êtes sur Faisons-nous peur, et vous allez participer avec moi à de l'urbex au Japon. Nous allons nous rendre en pleine montagne, dans la préfecture de Nagano plus précisément. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Nagano pour les célèbres Jeux Olympiques qui s'y sont déroulés en 1998. Le spot urbex s'agit d'une petite école primaire qui s'appelle Miyamasa. C'est un bâtiment magnifique. C'est une toute petite école rurale située au bord d'une petite route de montagne, en plein milieu de la campagne de Nagano. Pouvoir visiter une école primaire abandonnée au Japon est une chose assez difficile, car beaucoup d'entre elles deviennent des espaces de stockage ou des lieux de tournage pour des séries et des films. J'ai donc beaucoup de chance d'avoir pu visiter cette école. Bon visionnage.相当古い小学校ですね。綺麗ですね。トラックの絵がいっぱいあります。すごい綺麗ですね。 アクセスがなかなか難しい場所なので、そんなすごい人が来てるわけはないんですね。たくさんの本がありますね。これ入った時にも人がいるように見えて怖かったんです。漫画が多いですね。漫画かな？漫画ですね。すごい。ファンタとかがコーラの。
菓子のボトルですかね。なんか雰囲気がすごい場所ですね。外はいい天気ですけども、雪がたくさんですね。この部屋は、なんか先生たちの部屋だったんですかね。場所の名前などは詳細の方を見てくださいね。なんかいろいろありますね。比較的に状況が綺麗ですね。周りも非常に静かで気持ちいいです。雪の中には動物の足跡があったので確認したんですけど、中には行かないので、なんか周りだけ。それか子供、あ、それだったら怖い子供、たくさん子供の足跡だったら怖いわ。うん、綺麗な部屋ですね。やはり木材、あ、綺麗ですね。あ、なんか、なんか見ましたかな。なんだ今の。すみません、ビビリなもので今のはあれだな、なんていうんだっけ、バットだからコウモリ。これだけでこんなビビる自分がダサい動画はちゃんと映ったのかな。多分ここら辺にまだいると思うので気をつけましょう。まあ他の動画でも言ったんですけども、小さいものは大きいものを食べませんって言うんですけども、こんな感じですね。音出ますかねピアノできたら一曲できるぐらい綺麗な状況です状態。久しぶりの家から離れた廃墟探索なので相当緊張してます。やはり廃墟探索するときは周りの音に非常に敏感で、緊張感で体が疲れます。いい意味でね綺麗な状態、なんか本当に使おうとすれば使えるぐらい綺麗なんじゃないですかね。先ほどの飛んできた1匹、多分ね1匹いれば何匹もいるって感じじゃないですかね。綺麗な状態ですね本当に。まあ綺麗だって言ってもあれですよ、比較的ですよ。いろんなところ行ったんですけども、もっとボロボロなところいっぱい。あ、カレンダーです。年がわからない。車が止まった。これもまずい。はあ、これ相当まずい。これちょっとまずい。はあ、しまった。一番恐れてることです。人が来ることです。
の車はここから見えます。あそこの黒い車、今は車が止めた音がしたんですが、ドアが閉まる音はしなかったんです。通っただけですかね。とりあえず探索を続けましょう。あれ、あそこ見てますよね。では続けましょう。今回はランプを使ってますね。見えますかね。ランプなかったらもっと暗いんですよね。これは入り口ですわ。はい、2階の方ちょっと怖いですね。ゆっくり行きます。やはりあの木材なので、木でできてるので、コンクリートだったら全然余裕で歩くんですけど。2階の階段綺麗ですね。昔住んでいた家の階段もこんな音してまして、今懐かしく思ったんです。この小学校行った時にもこういうところがあったんですね。後で見よう。これは何でしょう。綺麗な広い部屋。犬が吠えてるんですよ。それが怖い。ちょっとは離れてるんですけど、やはりずっと吠えてます。まさか3人だけはありえないんですね。ですけどね、あんなところ車止めれば中身を見てるだろうってしか思われないんですね。図書館です。わお、さっきよりちょっと暗い場所です。わお、すごいですね。これいろいろ書いてあります。そうですね。でしょうね。あの一本グランプリででしょうねと言わせてくださいっていうのがあったんですけど、それはできるんじゃないですか。図書館入って、おお、本がたくさんありますね。でしょうね。すみません、見た人は分かると思います。はあ、すごいです。
外見も結構綺麗ですよ、ここなので、後で撮ってみましょう。すごい、これもこの音怖いですね。ポンポンって聞こえました今。気のせいかは分からないんですけど、ポンポンって聞こえた。自分の足跡だけで、比較的に小さい学校ですね。綺麗、本当に綺麗です。すみません、定期的に音を聞きます。ちょっとここはどんな部屋だか分からないんですけども、悪いことをした子供が、こんな感じですね。小さい可愛い廃墟です。私の足跡ですね。で、動物っぽいものありますね。ここから入りました。でも中に入ったら、このあそこのドアに気づいて、ここから出ようと思います。学室だったんですね。こんな感じですね。先ほど来た道を行きましょう。よいしょ。こんな感じですね。校庭ですね。なんか怖くないんですかね、子供が遊んでここから落下したりした、はい、
ですね。とっても綺麗ですね。天気が良くて雪が溶けてます。その音はやはり綺麗ですね。うわ、子供がここで遊んでたでしょう。平行の木ね。日差しが当たって綺麗です。実際に来たら多分場所に中に飲み込まれますね。では帰ろうか、帰ろうっていうか次の廃墟の方に行きます。その前に最後に外見だけをしてくれましょう。で、先ほど見た足跡はこれです。ライト出してもわからない。これでいいでしょ、ね、これでわかりやすいです。これの部分でものど真ん中に廃小学校です。では戻ろう。我が首前、この段差が見えなかった。やばい。Il faut savoir que cette école a été construite en 1872, c'est-à-dire il y a près de 150 ans.Elle a fermé définitivement en 1978, sa cour est encore utilisée pour divers événements et l'ensemble de la propriété sert de refuge en cas d'évacuation. Il reste sur les lieux un grand nombre d'objets datant de dizaines et de dizaines d'années, dont une grande partie est toujours en très bon état. C'est très certainement dû au fait que peu d'explorateurs se rendent sur les lieux à cause de sa mauvaise accessibilité. C'est ici que s'achève la visite de cette petite école primaire rurale qui s'appelle Miyamasa, située dans la préfecture de Nagano.